スポロトリコーシスにかかった猫の海洋、人や他の動物にも感染する可能性があるので注意すること感染した人の腕スポロトリコーシスは、心筋の一つであるスプロスリックスシェンキーの感染による皮膚、皮下組織に海洋性の病変を生じる疾患であり、日本において、心在性皮膚心筋症としては最も発生率が高い。また、稀に骨や関節、肺、 さらには脳に伝播し深刻な症状を引き起こす。人獣共通感染症であり、猫では、難治性の潰瘍を引き起こす。スポロトリックス症、スポロトリクム症とも呼ばれる。英語圏では、バラのトゲによって感染することが多いことから、ローズガーデナーズディジーズ、ローズソーンディジーズとも呼ばれる病気の一種。世界中で広く発生している。 心筋症であるが高温多湿の地域での発生率が高い。皮膚外傷を受けることにより感染するため、後発部位は、小には顔面、成人は上司となる。症状は皮膚に小型で、皮ア痛性の赤いぐじゅぐじゅした結節ができ、最終的に自界して概要化する。飛び石状にリンパ管を介して、上厚性に連続して生じる病形が典型像である。 治療法としては、古くから、ヨードカリ内服や温熱療法が有効とされ、近年では、イトラコナゾール、アムホテリシン B などの抗菌薬の内服も行われる。ありがとうございます。